皆さんこんにちは。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。そしてはい、千葉ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は座談会という形で。お、そうなんですか。まあ多少はね、あの剣談もやりながらなんですけど、やりながらね、どちらかというとちょっとね、トークメインでちょっと行きたいなと。おー、そうですね、また新しい、はい、やっぱりお話をいろいろ聞きたいな。聞きたい。私も初めてお会いしましたから、うん、あら、兄弟子にお会いするのが楽しみでしたからですねはい、ということで、ロッテル君聞こえますからね、隣で、はい、聞こえますけれども、はい、今日はですね、佐藤翔馬選手にお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。来ちゃった、来ちゃった、来ちゃいました、兄弟子来ちゃいましたね一つよろしくお願いします。お願いします。いやー、ね、もうね、さまざまな感動をいただきましたね。そうですよ。話題を集めた、あの水泳の佐藤選手にお越しいただいて、平泳ぎでね、世界のステージに立った、はい、泳ぎじゃないですからね。ないか、そんな人も、はい、それではないですね。そうですね。私は得意です。あ、得意です。そうだったら、いや、得意で、オリンピックなかなかね。そうです。いや、まあ、本物ですからね。そうです、世界のね、はい、佐藤選手にお越しいただきましたけども、はい、今日はいろいろとちょっとお話を、出していただきたいと思います。いやいやいや、よろしくお願いします。お願いします。いやまああの、お二人がまず最初に、その出会って、で、けん玉をきっかけに私が、ね、千葉ちゃんのところで習い始めて、はい、兄弟子になったという、こういう流れなんですもんね。そうなんですね、はい。まあ、ちょうど彼が、翔馬君が5、6年生ぐらいの時に宮野さんと知り合って、あ、そうか、始めてんですよ。そんなありますかね。そうなんです、そうなんです。じゃあ、かれこれ、かれこれもう何年にもなるわけですね。ですよ計算できなかったんですけど。いや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 、いやー、ね、もう今はもう世界の舞台で活躍されて。そう、そう、でもけん玉でもね、すごかったもんね。で、けん玉は4段なんですよね。4段ですよ。これはすごいですよね。もうね、ほやほや、はい、小4か3、そうですね、小4の3学期かな、はい。で、その時にその4段の人ってどれぐらいなんですか、ちなみに。クラブでは一人です。たった唯一の、もう唯一、すごい、ね、みんな目標にしてその時練習してね。やっぱりそのライバル的な方もいらっしゃったんですよね。そうですね。わあ、そう、一緒にやってた子がいて、もう同じ、もうどっちがどっちが競いって毎日やってます。毎日やってたんですよ。であれですよ、うん、でもこう水泳もやんなきゃいけない、勉強もやんなきゃいけない、はい、そんな中で4段を取るってこれ大変ですよ。そう、ほぼ毎日検定受けてます。そう、あー、そうか、検定はね、1日1回できるから。そう、1日1回なんでね。はぁ、なるほど。毎日受けてます。そう、毎日タイム競技とかも、そう、タイム競技毎日やって、タイムで、ね、ちょっとずつちょっと縮めていくみたいな。おー、ですよね。やってます。45秒切ってます。宮本さんも切りました。私はもうね、死ぬほど嬉しかったです本当に涙出るほど嬉しかったです。新歌舞伎座のね、楽屋でこれでですよ。見事でした、これで。この黒潮くん剣玉でそう撮ったんですよ。あの時はもう忘れられない。感動しましたね。めちゃくちゃ感動しましたよ。40秒できますよ。40秒ですか。ふわ、僕43点なんとかでしたね、確かね。そうです、そうです。44点やつよ。44点、本当に0.43、あれですよ。もうあと一つね、本当にあれだったらっていうところで、そう、見事決めて。いやー、切ってからもやってました。あ、切ってからも、切ってからも永遠にやってます。さらに、はい、そう、ここ違うんですよ。もしかめもね、1時間とかも普通に続けて、私なんかもう、あ、やー、タイム競技 B、45秒、こうした、よし、もう二度とやらないから。いや、本当に、2年ぐらいかかりました。2年ぐらい、もう切るのにね、かかったので僕、結構検定を受けられなかったんで、もうそれこそもう、限られた日に受けなきゃいけない。僕がね、来て見るみたいな時でね。だからもう、1回1回がものすごい命がける勝負みたいなのがやってて、だから、もう45秒切れたから、もういいやと思って。いや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 、もう十分ですよ。もうで6段にそのタイム競技 B の40秒とかあったらやんなきゃいけないんだろうけど、もうないからないですから、基準は、はい、もういいや、もういいや、もう二度とやらない。なんだろう、やっぱり時間に追われて、はい、そのやってるっていうのが結構やっぱプレッシャーだったんですよね。そうですよね。それ機会がね、それで言えばやっぱり水泳もお、あれです、タイムなんで、ずっとタイムにとらわれてる人。そうだ。それこそ本当にその時からやっぱね、そうですよね、体感がやっぱりもうタイム競技になってたのかもしれませんね。剣玉の自分のその壁を乗り越えるっていう意味では。でもそうですよね、本当にその、まあ
さっきのタイム競技じゃないですけど0コンマ何秒の世界で1位になれたり2位になれたりってことですもんね、うん、そうですそうそのシビアな世界で活躍してるわけですからメンタルも半端ないでしょ。いやいや、ね、その時からどうだったんですか、その千葉ちゃん先生から見てどうでした、うん、その時からそのメンタル面。メンタル面は強かったね。強かったですかね。そう、だから5、6年生の文部科学大臣杯という小学生 の、はいはい、あの全国大会があるんですけど、はいはい、その関東大会で、はい、から2年連続あのベスト8、優秀賞。すごい。もうすごいんですよ。でもうこのまま多分中学校もけん玉やっててもかなりいい成績残してたでしょうね。水泳取ってよかったね、でもね。そうじゃないか、そうじゃないか。いやいや、けん玉はね、もちろんけん玉はね、多分それもできるから、はい、そう、ポケット入れてね。でもまあそれだけストイックで、ね、練習をされるからこそやっぱりけん玉も水泳も伸びていくというところありましたね。ちなみにちょっと、うん、その水泳の方をお伺いしますけれども、うん、大体1日に、まあ、練習、まあ、するされるときは、うん、そのどれぐらい泳がれるんですか。聞いたことない。そうですね、まあ、週って7日間あるじゃないですか、はい、その7日間のうちの1日だけオフなんですよ、はい、でその残りの6日間のうちで、今だったら10回、週10回練習があって、うん、1回につき大体5、6000メートルぐらいですね。5、6000メートル1週間で50、50、60キロぐらい。すごいですよ。すごいです。途中で分かんなくなっちゃうでしょ。私はね、ちょっとね、もう本当すごい世界でございますね。200メートルだけでなってるわけじゃないからね。もうそれマジで泳いでの5000メートルですから、ね、でも周りの、その選手の方もみんな同じようにやっぱりやってるわけですもんね。で それをまあそのルーティーン的にいつもその 5,6 キロはいつも毎日やっててっていうことですもんね、はいはい、もうそれが普通になってますね。そういう時ってその例えばタイムを測ったりとかではないわけですか。もうとにかくもちろんあります。ある、メイン練習って言って、まあ、大体週に2回ぐらいあるんですけど、まあ、その時は50メートルハードとか100メートルハードとか、ハードって言い方してね、タイム測る、はい、タイム測ったりしてます。ということはじゃあ、毎週1回か2回はその検定みたいなことがあるっていう。そう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 。タイムもそうだったら怒られる。やっぱりそういうことですよ。ずっとそれやってるんですよ。もう小学校の頃からタイム競技、タイム競技を。確かに確かに。水泳をやっててこう何がこう楽しいっていうのはありますか、うん、一番楽しい瞬間。そうです、まあ、やっぱり一番は結果出た時ですよね。自分の壁を乗り越えた時とか。そうですね、まあ、この前というか4月に選考会があって、その選考会で日本新記録出して、うん、ですよね、6メートル平泳ぎ日本新記録日本記録保持者ね。それすごいですよ、すごいですよ。もう脇に湧いてました日本人。そういう方に、うん、今お越しいただいて、水泳じゃない、けん玉の話です。それがまたね、いいでしょ。それまたね、いろんなね、顔があるからほんわかした感じで、はい、いい感じなんですけどね。でその日本記録なんかね、やっぱりそれをまあ目指して頑張って、果てはもうその世界記録をっていうことですもんね。もう日本記録と世界記録ってほとんどもう変わらないので。どれぐらい違うんですか。あと 0.28 ぐらい。すごいですよ、 0.28 ですよ。一つの技決まるか、そういうの持ち帰るかぐらいでもうタッチしてんですから。そうですよ、だから僕のタイム競技45秒そうですみたいなもんですよね。そうですよ、これちょっと納得言ってもらえたらですね。もうだからもうずっともう固唾飲んで見守ってね、はい、うん、あテレビをかぶりつけですよ。一回もうお会いしたことないけども、テレビを見てもう千葉ちゃんの、はい、もうこのまな弟子だと、いう話でもう俄然親近感湧いて、親近感湧いて、もうこれも完全にお兄さんだと思って、お兄さん、お兄さん、頑張ってみたいな、お兄ちゃん、お兄ちゃん、本当に気持ちでした、本当に、やっぱりもう日本全国いろんなところで水泳ファンの方もいっぱいいて、はい、その中でも平泳ぎが大好きでっていうお子さんとかね、はい、で現役のまあその選手として頑張ってらっしゃる方もいらっしゃって、みんなのこの憧れの的になってるわけですから。これやっぱりそのプレッシャーもね、そうです、相当あると思いますけどね、そうですね、まあ、やっぱり本当にそれこそオリンピック前とかはかなりプレッシャーありましたね。ですよ、いやそうですよ、うわっどうなんだろうな、世界に挑むってどんな気分ですかね。いやもうだって世界各国からもういわゆるもう名打ての方ばかりがこう来て来ちゃいますからね、来ちゃうわけですもんね、うん、
なんか会話とかも、でも、あ、でもコロナ禍だから、あんまり、あんまりないですね、ないですけど、それこそ、本当に平泳ぎの、トップの選手たちとは、結構、インスタとかでも、仲いいので、話したりするので、直接会って、初めて会った選手とかもいたんで、しっかり挨拶だけは、うまいね、あんまりできないですよ。なるほどね、まあそうですね、始まったらね、そう、そこはもう、自分の世界ですからね。すごい世界ですよ、考えてみたら、本当、まあ、でも、はい、私たちのね、このやってるこのけん玉っていうのも、そうです、けん玉の方にもね、世界記録がありますよね、世界記録です、世界記録ありますよ、世界記録、あれもね、そうです、我々も、言ってみたら世界記録ですから、世界記録です、ワールドレコードです、ワールドレコードです、ね、まあ、おじいちゃんですから、ね、なんていうんですか、世界記録持ってますからね、一番胸張って言えますよ、言えますよ、これはね、言わせていただきたい、そうそうそう、負けました、持ってるぞ、負けました、持ってるぞ、負けました、いやいやいや、何言ってんですか、いや、でも本当ね、もうこうやってね、本当参加してよ、同じね、ちょっと種目は全然違いますけど、種目は違う、同じこの世界を目指して頑張ってっていうね、本当です、同じ仲間ということで、しかもお兄さんですから、お兄さん。本当にいつも見させていただいてる。おお、嬉しい。嬉しい。ちゃんと、あの、いつもガキ掴見てるんですけど、はいはい、ちょっとその、けん玉の時だけちょっと聞きました、今ね、見ていただいて、師匠出てますからね、見ないと見ないですからね、その時間だけはね、ちゃんと見ていただいて、ありがとうございます、ありがたい限りですよ。で、今日もしよかったらですけど、ちょっとまあ、四段お互いに取ってますし、師匠は六段です。はい、六段です。3人で、まあ、私としましては5段を目指してね、はい、来年15周年なんですよ、その中年を目指してちょっと5段をね、ちょっと取りたいと思ってるんですよ、はい、どうなんですか、5段とかチャレンジするっていうのはでもタイム競技ね、もう合格してて目指さないっていうのはもったいない感じしますよね。そうですね、どうなんですか、その辺は。いやー、なんか、なんでしょうね、ちょっと技はいまいち覚えてないんですけど、五段の技とか、そういうことですね。確か最後2回転、2回転東大、東大です。そうです。覚えてるよ。覚えてる。覚えてる。僕あのスウェード目極意とかが得意。ほら、だからそこら辺はいけるよ。今練習中、今練習中。それが一番難しいんですよ。でも最近はどうなんですか、やってるんですか。最近は1ヶ月前ぐらいにやったんですけど。あ、1ヶ月前。けん玉をちょうど。あ、これもね。これもね。これもちょうどあのオリンピック仕様ですよね。TOKIO 2020、うわいいですね、いいですね。じゃあ、もしあれでしたらちょっとやりますか。いいですね、ちょっとやってみましょう。ぜひ。はい、じゃあちょっと4段の受験した時を思い出して、なんかその4段近辺の技をちょっとやりましょう。近辺の、はい、何やりますか。じゃあ羽根剣とかやりますか。羽根剣、はい、行きましょう。行きますか。じゃあ3人で同時に、同時にいきますか。怖いの、やばいやばいやばい、せーの、やばい。あ、みんな、みんなで、先生、なし、先生、なしなし、みんなで合わせた、よしよし、もう一回いきました、いきますよ、せーの、やばい怖い、怖いな、これ、よっしゃ、よしゃ、あー、来ました、よかった。本当に呼んだ取ってんのかって言われるとかじゃ、僕もほっとしましたよね。あとじゃあ何やりますか、次は。僕行きます。僕行きますか。僕、これはね、五段への道でございますね、これは練習。そうです、はい、行きますよ、行きましょう、せーの、あ、ダメだ、うわー、すげー、先生、あー、行きます、ありがとうございます、素晴らしい、頑張って練習しなさい、よし、頑張るぞ、よし、出るよ、よし、よし、あっ、そうですね、始まりました、プレッシャーに弱い。いや、全然分かんない。やばい、今今今今よかった、よかったよ。じゃあ違うのやりましょう、次、違うの、ちょっとすいません、ちょっとね、違うの、すいません、ね、一番得意なはずなんですけど、東大東帰り、あー、お前やってましたね、やりますか、東大東帰り、いきますよ、はい、せーの、東大がそもそもできないかもしれない、東大が、お、お、
あ、ダメだ。おおすごい。おおすごい。おすごい。すごい。違う、新しいやつだったよ。坂本さん。坂本さんが決まりました、今。それ違う、それ。そうね。どうしてもいいよ。トンボ返りですよね。トンボ返りは一回転ですね。あ、ダメだ。お決まってる、すごい。やっぱりね、さすが師匠。めっちゃ滑るんですけど、めっちゃツルツルしてる。よっしゃ、よっしゃ、全然止まんない。違う話しよう、違う話しよう。坂落とし、おう、坂落としますか。さっきのさっきの止まらないんだよな。そうそうそうだ、そうだ。ピューンって言いたい。マジでダメだ。よし、よし、いた。これやっぱりやってるとどんどんテンション上がってきて、上がってきますね。止まらない、止まらないな、止まらない。ここはね、そう、手の力抜くんですよ。おっしゃー、素晴らしい。3人で決めたところで、久しぶりに1ヶ月ぶりですね、けん玉やって。どうですか、けん玉。やると感じですね。やり始めると止まんない。止まんない、止まんない。本当ね、結構ね、やっぱり僕らね、大好きでやってるんですけど、でも師匠がね、いろいろ教えてくださいますからね。ありがたいですけどね。楽しみにしてください。いいですよ、いつも空き時間がありますから。まあ結構ね、世界目指してる人ですよ。あの時間もなかなかないかと思いますけども、5月にね、5月、福岡世界水泳が頑張ってますんでね。これは世界水泳はテレビで拝見できるんですか。そうですね、地上波でやるはずです。おっ、じゃあもういいですよ。ぜひぜひ。はい、皆さん、まずは代表権を取るところからなんですね。なるほど。それはいつ。3月の頭に。もう私たちが思ってるその5月より先にもう戦いがそうなんですよ。だからもうぜひね、応援をね、一つよろしくお願いします。私たちはね、兄弟子ですから、もう手間抜きは2人、お兄さんが頑張るように応援させていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、はい、今日はオリンピック選手でございます佐藤翔馬選手にお越しいただきまして、楽しいお話とけん玉をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったという方はですね、チャンネル登録と、そしてですね、ぜひともこのグッドボタンをよろしくお願いしたいと思います。ということで、皆さんありがとうございました。さよならさよならさよなら。皆さんこんにちは。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。